ロート雲は竜巻に伴って発生する細長い雲。竜巻の渦の中心線に沿って親雲の運転から地上に向かって伸びる。運形分類上は積乱雲や積雲の一部が変形した副変種とされている。運転に近い部分ほど太く地上に向かって先細りになり形の明瞭なものはロートの形に似ているのでこう呼ばれる。昔の人々は 細長いロートグモを巨大な蛇や竜の尾だと考え、それが竜巻の語源となったという。ただ現在の定義上のロートグモには、蛇の胴体や象の花のように細長いものばかりでなく、太い中状のものや、はっきりした形を取らず、煙の柱や霧の塊のように見えるものも含まれる。竜巻は豪雨の最中に起こることが多く、夜間に発生する場合もあり、 ロート雲が目撃されたり撮影されたりする機会は多くない。竜巻の中心付近では気圧が急激に下がっているため巻き込まれた空気中の水蒸気が減圧のため冷やされて水滴となりロート雲を形成する。したがって湿度が高い空気中では竜巻が弱い場合でもできやすく乾燥していると強い竜巻でもできにくい。そのため ロート雲の太さや海と竜巻の強弱には必ずしも関係性があるわけではない。特に水上竜巻の場合、豊富な水蒸気により明瞭なロート雲が形成されるが竜巻の勢力はむしろ弱いことが多い。かつて明瞭なロート雲を伴う竜巻が青函連絡船の船尾を通過したが無被害だったという実例がある。また逆に、 形状が不明瞭で煙の中状に見える場合の方が、竜巻の勢力が強いという場合も多い。ありがとうございます。